入学式は工場間の講堂で行われ、多くの保護者と先生たちの温かい拍手の中、新入生200人が入場しました。そして各担任から一人一人名前が呼ばれ、蒲生直樹校長が入学を許可しました。蒲生校長は米沢藩藩校まで遡って学校の由来を紹介し、自他の生命を尊重する精神、己を磨き誠を尽くす精神、世のために尽くす精神、この向上の精神を胸に日々充実したものになるよう文武両道を目指してほしいと式辞を述べました。これに応え、新入生を代表して片平正孝さんが、歴史と伝統ある工場会に入学し心を躍らせている、高い理想を持ち文武両道、何事にも全力を尽くすことを誓うと決意を述べました。真新しい制服に身を包んだ新入生200人はそれぞれの夢の実現を目指し高校生活をスタートさせました。明日は米沢商業、久野里学園、南洋高畑の4つの高校で入学式が行われます。本日はご入学